ジェームズ・ランディ。ジェームズ・ランディは、カナダ、トロント出身の記述士、疑似科学批判家、会議論者、ジ・アメイジング・ランディの名前でも知られる。本名は、ランドル、ジェームズ・ハミルトンズ・ウィンチ、ランディ少年15歳児、宗教集会で行われていた、公人術を暴いたが、逆に大人たちから、神聖な宗教の集まりを汚したとして警察に、訴えられ、 高知書に4時間抑留されてしまう。ランディはこの時のことを世界中の心霊術師、超能力者にとって最も不幸な出来事であったと語っている。彼はこの時イカ様心霊術師に対し一生をかけた復讐を誓い、その後の人生で数多くのイカ様を暴いてきた。1950年代から脱出技を得意とするプロマジシャンとして活躍。 1970年代にはユリゲラーとの対決で世界的な注目を集める。1980年代ではピーター・ポポフという進行治療を行う人気テレビ伝導士のイカ様を暴露したことでも注目を集めた。チーコップ創設メンバー。1981年に発見された小惑星ランディは彼の名誉にちなんで命名された。サイコップ主催のアンケート投票では 20世紀を代表する怪奇論者充血の堂々第1位に選ばれた。自らを怒れる者と称し、この怒れる対象とはオカルトに対してではなく、それらを無批判に信じてしまったがために、搾取、恥ずかしめ、殺人に遭ってしまう状況に対しての怒りであるとしてる。ただ、ランディ本人も自身を不完全な人間と自覚しており、 形神の背後にある人間的な思いやりを軽視したり、感情的に生き通ったり、恩着せがましい態度になったり、と自らを振り返っている。主な仕事は技術による工業と講演。ランディの功績は科学界でも広く認められ、マッカーサー財団の助成金、天才助成金を受けており、自身もランディ基金を設立して、科学研究への資金需要を行っている。オカルトを暴くサイコップとして、 過去に、幾度か、来日、1996年 TBS 系列で、全国放送された、金曜テレビの星。すべては200人の目撃者の前で起こった。正規の投資対決。なる番組で、千里眼少女トリックを暴くが、放送上ではそのトリック解析部分がカットされ、放送された。これにランディは激怒し、週刊朝日が、ランディの告発を掲載。 マクドネル超能力研究所という世界で一番資金のある超能力研究所があった。この研究所の所長に超能力実験においていかにいかさましのトリックを見抜くか、ジェームス・ランディが助言を送り、また要請があれば無償で実験に立ち会うことも申し出た。ところが、ランディの申し出は断られ、助言も無視された。ジェームス・ランディは、 この研究所に二人の若いマジシャンを送り込んだ。彼らは自分たちに超能力があると研究所スタッフに思い込ませることに成功した。彼らがマジシャンであることが暴露されるまで研究は三年間続き、その間彼らは金属を曲げたり、念写やテレパシーなどの実験をやってみせたが、研究スタッフは誰一人それが手品であることを抜けなかった。これが、 プロジェクトアルファである。彼らがマジシャンであることが暴露された2年後の1985年に研究所は閉鎖された。カルロス事件とは、ランディがオーストラリアのテレビ局により、企画された多くの人とメディアを詐称した事件。もともとは、チャネリング、高齢術の一つの疑わしさに関する企画を、オーストラリアのテレビ局プロデューサーが、マスコミ含む、自国民が、鉄道情報を、 どこまで信じるかという企画をランディに依頼したことに始まる。この企画の打診を受けたランディは、オカルトとはランダム関係であった知人の補正あるバレスを、チャネラーに仕立てるべく、ランディの下で綿密な仕込みを行った。仕込みの一つとして、脇の下にボールをテープで止めて、これを押しつぶして、腕の脈拍を止め、偽の歌詞状態を作り出すトリックなどが含まれていた。そして、 1988年に二人はアメリカで話題の2000歳の精霊とチャネルリングという触れ込みとともにオーストラリアを訪れ TV 局に売り込みをかけた。アルバレスは名前をカルロスと変えチャネラーらしく権威があり、最もらしく見せるための細工や小道具を駆使して豪州の TV 番組6 0ティーミニッツに出演。ランディの使った手口は 小型無線機を使った初歩的な手品とコールドリーディング、カルトでよく使われているような文言を適当に散りばめた、抽象的で行々しい、カルロス文書と名付けた即の競技、そしてカルロスことアルバレスの演技も相まって大量の信者を生み、テレビの人気者となり様々な媒体が彼をチャンネラーとして取り上げた。 彼らの公行はシドニーのオペラハウスのショーで最高潮に達し、このタイミングを見計らい、乱ギがことの経緯を明らかにする。呆然とするものや騙されたと知って怒り出すもの、中には意味がわからずカルロスを擁護し、ペテンだと明らかになった後でさえカルロスと、その霊的でも何でもないメッセージを信じ続けた者もいたいわれる。欧州の視聴者を含むメディアは、 すべてが仕込みとやらせと知り料騒動に発展。カルロスを本物として扱った番組は大恥をかくことになる。ランディは電話一本で確認すればペテンだとわかるネタが、数多くあったのに、メディアはその手間すら行わず、検証も怠りうのみにし、何の価値もない電波を視聴者に向かって流し続けた。かように人が簡単に騙されやすいと同時に、メディアを騙すのも増さないとカッパした。 サイコップのメンバーだったが、批判対象者からの訴訟攻撃を避けるために脱会し、1996年にマッカーサー財団から受けた助成金をもとに、自分の財団ジェームズ・ランディ教育財団を設立した。その財団の活動において、ランディは100万ドル超能力チャレンジ、1ドルミリオンパラノーマルチャレンジを主催。科学的に実証できる超能力を持つ者に、 100万ドルを申請するという趣旨で世界中の超能力者たちから挑戦を募っている。このチャレンジで超能力を実証するためには2段階の手続きを踏まねばならず。1964年のチャレンジ開始以来、延べ1000人以上が挑戦したと言われるが、100万ドルを手にしたものはまだ出ていない。2007年6月、日本テレビ、月夜、最終回に出演。 投資能力を持つという自称霊能者の挑戦を知りけ、視聴者に対しては次のようなメッセージを残した。今日はまた一つ超能力など存在しないことが証明されました。証明できない力を信じてはいけない。それは皆さんの人生さえ脅かすことになります。国家であれ、個人であれ、いたずらに超能力を信じ込んでしまうのは極めて危険なことなのです。 カルトです。このことをぜひとも肝に銘じてほしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。